ねえ、俺のこと好きなの？はい。なら俺の頼み、何でも聞いてくれる？はい。何かを決断するのってすごく面倒な時ありません？ほら、連絡返すのが億劫だなとか。ああ、それめっちゃわかるっす。ご安心ください。そんな方のために作っちゃいました。こっちのイエスマン装置をつければ何を言われても全肯定するイエスマンに、こっちのノーマン装置をつけると何が何でも断ってしまうノーマンになるんです。で、装置を2つ作った結果、どちらを使うか決めるのが面倒になりまして。そこは面倒なんですね。はい。なのでお二人にはどっちで生活するのが楽なのか実験していただきたいのです。あ、なら俺はノーマン装置だな。面倒ごと全部断りてえし。大丈夫かな。イエスノーどちらかしか言えないのって結構危ないような。それでは結果を楽しみにしてますね。肯定しかできない生活。もう影ったらまた寝坊。ほら起きて支度する。あ、あと30分だけ。うん、いいよ。え？嘘、これが装置の力？体が言うこと聞かない。朝飯はスクランブルエッグ。うん、分かった。ってやめて、私にお願い事しないで。もう影のせいで学校遅刻しちゃうじゃん。それ本当に俺のせいか？女性、新発売の神チキンいかがすか？買います。え、今なら5個買うとお茶がついてくるっす。じゃあ5個ください。あざーす。いや、これは違くて。今ならアンケート記入すると抽選で豪華景品が当たるキャンペーンもやってるっす。書きます。あそこにかも。いや、お客様が、住宅展示やってますよ。見に行きます。いや、お客様にはこの生命保険、ぜひ一度お話を聞きます。あなたは邪神を信じますか？信じます。やめろ、記者にすり寄ってくんな。すみません、遅くなりました。たく、何件目だと思ってんだ。二人揃ってね。よし、授業を始めるぞ。せめて何か言って。否定しかできない生活。はあ、散々な目にあった。そりゃそうだ。何でも肯定するなんて地獄以外の何者でもねえよ。その点俺は何でも断れるノーマン、抜かりはないぜ。じゃあこの問題を影千代、解いてみろ。嫌です。え？しまった、こういうパターンもあんのか。なんだ、答えがわからないのか。ああ、いや、そういうわけじゃ。じゃあ答えろ。嫌です。これが教員いじめ。違う。うわ、俺超やべえやつになってる。来週もテストするからしっかり復習しろよ。ねえ、影千代くん、これ前の席に回してくれない？違う人の答案みたいなんだ。断る。そう、いいよ、自分で渡しに行くから。いや、俺さっきから性格悪すぎ。ノーマンの間は人と関わったらやばい。陰キャらしく一人でゲームでもするか。伝説の勇者よ、魔王を倒してくれ。じゃあ任せとけ。答えはもちろん、いいえ。そこをなんとか頼む。ふねえ、はいじゃないと進まねえやつか。よし、なら気を取り直して、いえ。でこれじゃ一生進まねえじゃねえか。イエスマン生活の利点。お買い上げありがとうございました。客引き断れない。今日だけでいくら使ったんだろう。そこのお嬢さん。あ、はい。実は頼み事がありまして。今度は何？この荷物を階段の上まで運んでほしいんです。あ、そういうことなら。とっても助かりました。いえいえ、お安い御用です。そうだ、お夕飯はまだかしら。よかったらお礼をさせてくださいな。はい、喜んで。もう荷物を運んだだけだからお礼なんていいのに。さあ召し上がれ。はい、いただきます。バカバカバカ、こんなに頼んでどうするの。これじゃおばあちゃんを破産させちゃうよ。あなた、たくさん食べるのね。はい。すみません、すみません、遠慮なく食べちゃって。あら、むしろ嬉しいのよ。え？私ね、子供も孫もいないから、きっといたらこんな感じなのかなって。
そうですか。だから気にせず食べてちょうだい。ほら、冷めちゃうわよ。はい。お腹いっぱい。普段なら絶対断ってたけど、おばあさんの嬉しそうな顔見れてよかったな。このイエスマン装置も少しは役に立ってくれたのかな。ノーマン生活の利点。ねえ、墓が高いか。我はゲーセンを所望する。生きてえけどノーマン装置あるしな。どうすっか。ねえ、あんたら、私の代わりに掃除当番やっといてよ。じゃあよろしく。待ってよ、なんで俺たちが代わりに。はあ、あんたらどうせ暇なんでしょ。私スキピとデートだからさ。それはただの遊びじゃないか。ち、うっせえな。お前らさ、キモくてクラスのみんな迷惑してんだよ。たまには役に立てっての。わかりました。お、物分かりいいじゃん。じゃ、あとよろしく。断る。え、何、キモくて聞こえないんだけど。断るって言ってんだ。うわ、何言ってんの、きっしょ。ダサいからやめときな。わかる。本当何言っちゃってんの俺。やばいやばい、殺されるって。頼む、お前ら助けて。か、かげちよ。君にそんな一面があったなんて。いや、尊敬の眼差し。あー、もうなんかうざ。なんか知らんけど助かった。きしゃ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 。陰キャが状況に勝った。おお、今宵は祝杯だ。かげちよ、何かおごらせてくれ。だが断る。なんでそうなる。でも装置のおかげでこいつら守れたんだよな。イエスマンとノーマン。すみません、実はぜひあなたに頼みたいことがありまして。はい、私でよければ。それでお手伝いっていうのは。いや、実はさ、君のことをすごい可愛いなって思って。やめてください。まあまあ、そんなこと言わずにちょっと付き合ってよ。はい。やば、嘘、脈ありだったの。夕方のも演技ってこと。マジかよ。なら俺の頼み何でも聞いてくれる。はい。じゃあさ、本当悪いんだけど、その小さいお口でほっぺにチンしてくれない。はい。頼むよ、女の子にキスされるのが夢だったんだ。ダメ、装置のせいで体が勝手に。やだ。おお、長年の夢か。ヒサ、動くな。なんだお前は。この子は俺のたちだ、邪魔するな。断る。悪いけどそいつ仲間なんだ。嫌そうにしてんのに無理やり従わせような奴には渡せねえよ。でも彼女は俺を好きだって。これ以上やんならお前を存在ごと否定しなきゃなんねえけど。もう無理、今日は MP 全部使い切った。影、そのありがとう。立てる、手貸そうか。あ、断る。どうでしたか、イエスマン生活とノーマン生活。とか全然断れなくて、お財布がすっからかんです。それは申し訳ないこと。損失分は依頼料追加で補填させてもらいますね。こっちはこっちで人間関係が危うくめちゃくちゃになりかけたぜ。なんと、向こうが善意で聞いてくれたことにも全部ノーって言っちまってよ。シディに夕食食べるかって聞かれた時、ダメしか言えなくて困らせてたもんね。ではいずれもトラブルの連続でまともに生活できなかったと。少しだけいいこともありました。普段ならやらないことをたくさんしたおかげで素敵な人とも知り合えたんです。逆に俺は普段なら逆らえねえ相手にも立ち向かえたっつうか、まあ、あんな柄でもないこと二度とやりたくねえけど。そうだね、こういうのはたまにやって自分の世界を広げてみるくらいの方がいいかも。なるほど、この装置はまだ改良の余地がありそうですね。開業もいいんですけど、そろそろ装置外してもらえませんか。あ、忘れてたんですけど、そういうのないです。外す機構を考えるのめんどくさかったんで。まあ問題ないですよね、ヒサメさん。はい、あ、
いいわけねえだろ、早く外せ。見てくれた君が大好きです。チャンネル登録してね。